はい、プレボロどうも野球人です。侍ジャパン優勝も栗山監督退任へ、後任監督は一体誰になるということでございまして、はい、今日ですね WBC 侍ジャパン見事ねこう優勝したというところでございました。まあ本当劇的な試合でございましたので、その余韻っていうのがね、まだこう残っているっていう段階ではあるんですけど、ただですね、まあその優勝直後に、栗山監督まあどうやらこう退任の意向というところが判明いたしました。まあねこう一応任期は満了っていうところではあるんですけど、まあそれに伴ってね、まあ退任ということでございます。でまあ問題はこの後任監督は誰になるのかっていうところですよね。まあこの辺も難しい話ではあるんですけど、まあ、そこも含めてねお話ししていきますので、まずは記事からチェックしていきましょう。はい、 WBC 優勝の侍ジャパン栗山監督が退任へ。ワールドベースボールクラシック日本代表侍ジャパンの栗山英樹監督は22日試合後の会見で、今日で監督終わるので明日からは本当に全く何もない肩書きのない人になっちゃうのでと話した。この日の決勝でアメリカ代表に3対2で勝利、2009年の第2回大会以来となる3大会ぶり3度目の優勝を達成、世界一達成で花道を飾る。日本は東京ドームで行われた1次ラウンドを4戦全勝、イタリア代表との準々決勝で5大会連続の4強入りを決めると、準決勝のメキシコ戦ではサヨナラ勝ち、決勝では大会連覇を狙うアメリカ代表を下した。任期が切れる3月をもって日本代表監督を退く。栗山監督は東京五輪で金メダルを獲得したチームを引き継ぐ形で21年12月に就任。大谷翔平やダルビッシュ有ら大リーガー4人を擁するなど歴代最強と称されるチームで、この第5回大会に臨んでいた。アメリカを倒して世界一奪回という悲願を達成したということでございます。まあというわけで、どうやらね、栗山さんが、退任ということでございます。まあこうね、前回稲葉監督が、まあ、東京オリンピック優勝して辞めて、でそっからこう誰になるんだろうっていうところで、まあ、栗山監督がね日本ハム辞めて、まあ、そのままね就任した形となっておりましたが、まあ、前回大会よりですねぐっとねどの国もレベルが上がっている状態で、まあ、本当に勝てるのかなっていうところではあったんですけど、まあメキシコアメリカと倒して見事優勝に導いてくれたということで、まあ本当言うとねもっとこう続けてはほしいんですけど、まあやっぱこう年齢とかもねいろいろあるのか、まあ今回で退任ということでございました。で改めてこの栗山監督どのような方かというところですね、今一度ちょっと振り返っていきましょう。はい、では見ていきます。栗山英樹さん、日本代表監督、出身地は東京都、1961年4月26日生まれ、61歳、174センチ、72キロ、現役時代はポジションは外野、右投げ両打ちの選手でございました。監督コーチ歴は日本ハムと日本代表のみですね。で、日本代表のね、監督歴は2年間ですね、務められました。栗山さんは入団テストを受け、ヤクルトへドラフト外で入団すると外野のレギュラーとして活躍します。しかし、メニエル病や怪我などもあり、7年で現役引退、その後はスポーツキャスターや大学教授などを務め、現場からは長く離れておりましたが、2012年から日本ハムの監督に就任、球団史上最長となる10年間監督を務め、2度のリーグ優勝を経験、一昨年オフに日本ハムを退団すると、2021年11月30日に野球日本代表の監督就任が発表されたということでございます。はい、まあこの栗山英樹さんですね、まあ現役時代はレギュラーを取ったこともあったんですけど、7年で引退されているということもあってですね、まあそこまでね名のあった方ではなかったんですよね。まあその後ねスポーツキャスターや大学教授などを務めていたということで、まあこうキャスターのイメージっていうのがね非常に強かったのかなっていうふうに思うんですけど、まあそこから日本ハムの監督ということで、まあこれは当時ちょっと驚きはしましたよね。まあやっぱこう日本ハムならではって感じではあったんですけど、で通算成績ですね、選手としては494試合で2割7分9厘、1204打数の336安打7ホーマー、オーベースが 0.649 ということで、まあこれを見てもね、やはりまあ選手としてはそこまで実績はない方ではあったんですけど、まあただ監督通算成績見ていくと、2012年ですね、日本ハム初年度に1位になっているんですね。74勝59敗ということで、まあこの年はダルビッシュさんが抜けるということもあってね、まあどうなるんだっていうふうに言われておりましたが、まあ見事優勝と。でさらに2016年ですね、この年1位になっておりまして、87勝53敗勝率6割2分1厘ということで、まあこう無類の強さを見せて、まあ優勝ということでございました。まあなので就任5年間で2度優勝していたということでございます。ただね、2017年からの5年間に関してはですね、5位、3位、5位、5位、5位ということで、ちょっとねこう結果が残せなくなってきたということですね。まあやっぱねこう大谷選手ら主力の選手が抜けてっていうところが相次ぎましたので、
まあその中で戦力を維持していくっていうのもなかなかね難しかったのかなっていうふうには思うんですけど、まあそれでも10年間ね日本ハムで監督を務めていたと。でそして21年に日本ハムを退団して、そのまま日本代表監督に就任ということでございました。でそしてまあ今回の第5回 WBC で優勝ということですね。でまあ今回のね WBC、まあ、栗山さんの手腕っていうのが非常にこう光っていたんじゃないかなっていうふうに思いますので、そこもねちょっと見ていきましょう。はい、では栗山監督のね、まあ、今回 WBC の功績ということで見ていきましょう。まずやはりなんといっても選手の招集ですよね。この部分が非常に大きいかなっていうふうに思います。まあまずは、ね、大谷選手、ダルビッシュ選手らですねを招集と、まあやはりねこう日本ハムに所属していたこの2選手を呼べたっていうのは栗山さんの力がかなり大きいのかなっていうふうには思いますよね。まあ大会 MVP に輝いた大谷選手はもちろんですね、ダルビッシュさんもちょっとこう不調ではねあったんですけど、投球はただこうチームをまとめてくれたっていうのが非常に大きかったかなっていうふうに思いますので、まあなのでやっぱこの2人を呼べたことはね間違いなくこう栗山さんあってのことかなっていうふうに思います。まあさらに吉田正尚選手ですね、今年からメジャーに挑戦している彼なんですけど、まあなかなか1年目で調整が難しい中で、ね、WBC 出場っていうのを飲んでくれたということでございました。でそしてまあヌートバーですよね。まあ今回初のね日系選手の招集というところでございました。いろいろこう物議も醸したんですが、しっかりと結果を残してくれておりまして、見事こうセンターをね詰め上げてくれたということでございました。まあ栗山さん以外の監督だと呼んでいたかどうかっていうのもちょっとわからないですよね。まあなのでこうヌートバーを呼べたっていうことは、まあ今後の日本代表にとってもやっぱ大きな一歩だったのかなっていうふうに思いますよね。はい、でまあここにプラス怪我で辞退の鈴木誠也選手を入れるとですね、まあ実に過去最多タイの5人のメジャーリーガーが招集できたということなんですね。まあ結局鈴木選手がね怪我してしまったので4選手っていうことにはなったんですけど、まあでもこう近年なかなかね MLB で活躍している日本人選手が呼べない状況ではありましたので、まあそんな中しっかりとメジャーリーガー、まあヌートバー含めですね呼べたっていうのは大きいよねというふうに思います。でまあそして2つ目選手の起用ということですよね。まあこれも本当光っていたんではないでしょうか。なんといってもまあ村上選手ですよね。大会前半で不振でございました。もっと言うと強化試合からなかなか打てないっていうのがついておりまして、まあ外した方がいいんじゃないのみたいなことも言われておりました。まあ打順はねこう後ろに下げてもいたんですけど、ただまあ彼をスタメンから外すっていうことは結局ありませんでした。まあそれが功を奏して、まあ準決勝のサヨナラツーベース、まあさらに決勝戦ではホームランを放ったということでございますので、まあ本当、こう美味しいとこをね、最後持っていってくれたということでございました。まあやっぱここはね、本当、村上選手を信じた栗山さんの、勝ちだなというところではあるんですけど。で、そしてさらに源田選手ですよね。まあ右手の小指をですね、第1ラウンドで骨折しておりました。まあただ入れ替えせずに、源田選手を起用、そして活躍ということでございました。まあやっぱショート問題っていうところは非常に大きかったので、まあ、代替選手を用意した方がいいんじゃないかみたいな声もあったんですけど、まあ、そのまま使い続けたと。まあ、本当でプレーできる源田選手がまずすごいんですけど、まあ、でもねこれでもし、怪我がもっと重くなってしまったり源田選手のせいで負けてしまえばですね、当然ね、こう批判っていうのは集中すると思います。まあ、それはもちろん源田選手もそうなんですけど、起用した監督もね批判の対象にはなるでしょうから、まあ、そのリスクを込みで、源田選手を使い続けたっていうところはね、まあまあすごいなというところはありますよね。まあ、他にもねいろいろあるんですけど、やっぱそういうところを踏まえると、まあ、栗山監督でなければね今回の WBC 優勝、まあ、メキシコアメリカを倒すっていうのはちょっとやっぱ困難だったのかなっていうふうには思いますよね。まあ栗山さんがしっかりと選手を集めてくれて、まあ、選手を信じて起用し続けたからね、まあ、今回の優勝につながったのかなっていうふうには改めて思うんですけれども、まあただその栗山さんが今回で退任ということでございますので、まあ後任は誰になるんだっていうところですよね。まあではね肝心な、そのお話をしていきましょう。では公認監督ということで見ていきましょう。まずね次の国際大会はいつなんだっていうところですよね。まあこれによってねいろいろこう動き方も変わってくるかなっていうふうに思いますので見ていくと、でまあ次はねプレミア12がですね予定されているんですよね。ただ2023年秋に予定はされているんですけど、これが2024年秋になるんじゃないかっていう話も出ております。まあまだねこうちゃんとしたアナウンスが出ていない状況でちょっとこう宙ぶらりになってはしまっているんですけど、まあただどの大会もこうだんだんずれてはいっているので、
まあ、このプレミア12もね、まあ、ずれるんじゃないかみたいなことも言われておりますので、これに関しては来年の可能性もそこそこあるよということでございます。で、そうなるとですね、次はこれですね、アジアチャンピオンシップですね。これが2023年の11月16日から開催予定ですね。去年の末に発表されておりました。2017年から行われていなかったこの大会、まあコロナとかもあってですね、なかなか行われなかったんですけど、まあこれが開催予定なんじゃないかなと。まあ若手中心の大会ではあるんですけど、まあオーバーエイジ枠もあるということでございますので、まあいろいろ注目はされておりますが、なのでここがですね、おそらく公認監督の初戦になるんじゃないかなっていうふうには言われているんですね。まあなので今年のね、オフ、11月16日にもう監督が決まっている状態でないといけないということでございます。それで言うとですね、今までの監督、じゃあどういう傾向なのかっていうところを見ていきましょう。まあ過去だいたい20年ぐらいの侍ジャパンの監督ですね、見ていくと、2003年から2004年は長嶋茂雄さんが務められておりました。で、2004年ですね、長嶋さんが倒れた時に中畑清さんが、まあ、監督を代行する形になっておりました。まあ当時ね、こう代表でコーチをしておりましたので、まあその昇格ということでございました。まあただね、当時は、DeNA の監督もやっていなかった状態でございますので、監督経験なしでの、代表監督ということでございました。で、その後は王さん、星野さん、原さんということで、まあ、名監督がついておりまして、で、2012年、13年は山本浩二さんが務められておりました。で、2013年ですね、ここからですね、侍ジャパンが常設化ということになっておりまして、小久保さんがですね、NPB 監督経験なしで、就任ということでございました。で、その後は稲葉さんですね。まあ、この人もね、監督経験なしでの代表監督と。まあ、ただ稲葉さんの場合は代表コーチの経験がねありまして、まあそこから昇格という形になりました。で、まあ東京五輪ね優勝ということで、まあしっかりと結果を残して退任ということで、で、その後は栗山さんが務めて今回の WBC 優勝ということでございました。で、まあこう見ていくとですね、まあ基本的にはこう NPB の監督経験ある人がですね多いんですけど、まあまあただ常設化されてからは監督経験ない場合も割と多いよというか、まあ、小久保さん、稲葉さんと連続でそうでしたし、長い間こう務めるということで、ある程度こう若い人っていうのが起用されていたんですよね。まあただね、こう稲葉さんの後任っていうところで結構難航したのか、まあ栗山さんに収まったっていうところはあるんですけど、まあまあでもね、その栗山さんがしっかりと結果を出してくれたということでございました。ではね、具体的な候補で言うとどうなってくるのかということですね。まあ先ほど見た通り、稲葉さんはこう代表コーチからの昇格という形でございました。まあ緊急ではあるんですけど、中畑さんが、こう代行で監督を務めたっていうこともありましたので、まあその線を見ていくとですね、侍ジャパンの現コーチ陣はですね、ヘッドコーチが白井さん、打撃コーチが吉村さん、外野守備走塁コーチが清水さんで、投手コーチが吉井さんで、ブルペンコーチが厚澤さん、内野守備走塁兼作戦コーチが白石さん、バッテリーコーチが村田さんというね、コーチ陣でございます。で、この中で監督経験者っていうのは吉井さんですね。まあ今年からロッテの監督に就任いたしました。まあこの後すぐね、監督業っていうのがあるんですけど、まあ吉井さんのみということでございます。で、こう見た時にね、やはりこう過去の監督と比較すると、まあまあ言い方はあれなんですけど、ネームバリュー的にはやっぱちょっと劣るね、コーチ陣にはなってくるのかなっていうふうに思いますね。まずこう監督経験がない方っていうのが非常に多いと。まあ唯一ね、今年からある吉井さんに関しては、まあ当然1年でこう辞めるっていうことはなかなかないとは思いますので、まあ代表監督っていうところは難しいとは思いますので、まあ、今までの傾向からするとね、そこまで可能性は高くないんじゃないかなっていう感じはしますよね。では内部昇格ではない線っていうのを探っていくとですね、まあ稲葉監督退任時に上がった候補の人っていうのが何人かいるんですよね。となればまあ可能性はね結構あるんじゃないかなっていうところで見ていくんですけど、まずは高橋由伸さんですね。まあこの人に関しては井の一番に名前が上がっておりました。まあただね、こう報道によるとこう巨人のね監督になった時と同じく外堀を埋められるようにですね、就任するのがちょっと嫌だったみたいで、断ったみたいな話もですね、聞きましたが、まあ嘘か本当かは分かんないですけど、まあ彼の名前が上がっていたと。で、宮本慎也さんのね名前も上がっておりました。まあ守備の名手として知られている宮本さん、まあ迷宮界入りもしている方でございます。まあ監督経験とかはね今現在ないんですけど、まあでもこう小久保さん、稲葉さんとですね、並べても遜色ない方かなっていうふうに思いますので、まあなっても全然おかしくはないと。で、あと結構言われていたのがですね、工藤公康さんですね。元ソフトバンクの監督、まあ短期決戦に非常に強い監督ということでですね、まあ工藤さんがいいんじゃないかっていう声がね、こう稲葉監督退任時から上がっておりました。で、今回ね栗山さんが退任するっていうことでも、まあやっぱこの工藤さんの名前っていうのが結構上がってはいますよね。
まあ、こう具体的にね、当時上がっていたのはこの3人ということでございます。まあ、ただね、こういろいろ事情も変わっているかなっていうふうに思いますので、まあ、誰がね、今回浮上してくるかっていうのはまだわかんない段階ではあるんですけど、まあ、今後ね、おそらくまあ年内には決まってくるでしょうから、誰が、後任に就任するかっていうのを今後ね、注目かなっていうふうに思いますが。はい。というわけで、以上ですね。最後でテナンの見て終わりましょう。ではネットでの反応を見ていきましょう。大谷くんもすごいけど、個人的 MVP は栗山監督かな。野球が持つパワー、夢、愛を見せつけてくれた感じがするということで。はい、そうですね。まあ、大谷選手が MVP っていうことでございましたが、まあでもね、こう、本当栗山監督の影響っていうのは先ほども言いましたが、本当大きいかなっていうふうに思いますし、こう、MVP は栗山監督だよっていうね、声っていうのも非常に多かったかなっていうふうに思います。まあやっぱこう、なんていうか、人間力っていうのも非常に高い方ですし、まあ野球のこと、それ以外のことに関しても、こう、いろいろ学ばれている方でございます。まあ大学教授ともやっていたので、当然こう頭もね、いい方なんですよね。で、さらにまあこの指導方針とか、まあそういうところいろいろ見てもね、こう、現代の、社会の価値観っていうのに非常にマッチしていた監督でもあったのかなっていうふうには思いますので、まあ本当にこう、理想の、まあ監督、まあ理想の上司といったところだったのかなっていうふうには思いますよね。こう、野球っていうものの素晴らしさっていうのをですね、改めてこう WBC というものをね通じて我々に伝えてくれたかなっていうふうに思いますし、野球を知らなかった方にもねそれっていうのは本当に届いていたので、まあやっぱ本当ね、改めてすごい方だなっていうふうには、まあ今回の優勝でね、気づかされましたけれども。で、こちらの方見ていきましょう。さすがに栗山の求心力に勝てる監督、この後出てこないんじゃないか。次の WBC 監督は本当ハードル高そうということで。はい。まあそうですね、そういう問題もちょっと出てきてしまいますよね。稲葉監督が東京五輪優勝して、で、さらに栗山さんが WBC 優勝ということで、まあ優勝優勝と続いてきております。まあおそらく次はこうプレミア12が、まあまあ一番大きな大会にはなってくるのかな。まあでも3年後に WBC あるので、まあ多分そこも込みでのね監督かなっていう風には思いますので、やっぱまあハードルはまあ多分今まででも一番高いんじゃないかなっていう風には思いますよね。まあ誰がこう受けてくれるんだっていう段階にもなってきております。まあ先ほどね候補に上がっていた方っていうのもね、まあいるんですけど、まあ受けてくれるかどうかってとこですよね。まあでもなんかね個人的にはすごい若い人にねなるんじゃないかなっていうのはなんとなくあるんですよね。まあ栗山さんと同年代くらいの人っていうのは避けるんじゃないかなというか、まあやっぱこう小久保さん稲葉さん路線でねもう一回こう探し出すんじゃないかなというか、まあでもねなんというかこう栗山さんに関してはこうつなぎみたいな部分もあったとは思うんですよね。なかなかこう監督が決まらない状態で、こう引き受けてくれて、まあその間にこうしっかりといろいろ探している可能性もですね十二分にありますので、まあもしかしたらもう概ねね、決まっているかもしれないんですけれども、まあこの後に監督を務める方っていうのは大変なんでしょうけれども、まあ誰かしらはね務めないといけない状況ではありますので、まあオファーが来たらね、まあ、心よく承諾してくれることを願いたい限りでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。